昼です。最近良寛さんのお弁当がすごいっていう話を聞いたので、今日は良寛さんのお弁当を覗いてみたいと思います。失礼します。はーい。おー、すいか。お疲れ様です。お疲れ様です。ご飯食べましょう。ご飯食べますか。なんか良寛さんのお弁当がすごいとかいろんなところから聞くんですけど、うん、標準タイプだったの。標準タイプなんですか、うん、ちょっと見せてもらっていいですか、うん、これお惣菜。お惣菜。お惣菜。あの、遅く行ったらちょっと割引になった。コロッケ。何ですか、それ。これ、あの、本当は牛丼にしようと思ったんだけど、はい、唐揚げなんかまた割引になったから、あの親子丼じゃなくて、はい、唐揚げ丼にしました。唐揚げ丼。はい。でこれをでかい、まずあのでかいですね。これは鈴木もこんぐらい食ってるよいつも。いや自分はあれですね、食べた分全部体重になっちゃうんで。あ、そう。そんな食べないですけど。これ何個あるんですか。これ2個。これ2個ぐらいだと思う。2個ぐらい。よかったら1日何個食べるんですか。好きだって。1日5合。さすがビッグですね。じゃあね、じゃあちょっと温めましょうか。温めますか。温めますね。2分。これ2分で温まるんですか、この量は。まあ、ほんのり。ほんのり。ほんのり。あと数秒待たないというか。あと数秒待てない。これちょっとさっきさ言ったけどさ、彩り気にしてるんですか。彩り大事。これさ、おしゃれですか。ちょっと緑あるじゃん。ほら、普通ほら汁でさ、はい、あの出汁のあれで鶏肉に煮るねっかね。汁ほら、はい、卵入れないで、はいはいはい、汁でさ。で、ある程度煮たら最後卵こうかけるでしょ。ああ、はいはい、ね、そうですね。もうさ、これもう鶏肉火通ってからさ、もう初めからさ、もう卵とさ、だし混ぜてさ、こういっとやったんだよね。いただきます。じゃあ、食べてください。はい、いただきます。あとはもう、ただ食べるだけの動画に。わかりました。弁当は基本自分で作ってるんですか。そうそう、自分で、朝起きて。あ、夜家帰ってから。ああ、寝る前に作ってるんですね。うん、朝なんてね、なんか朝作ってるからね。
味はでもまあまあ。味はまあまあですな、うん、ダメかな。いやでも匂いはいいですよ。あ、そう、はい。おっさんが弁当みたいな。何ですか。おっさんが弁当食ってるの、いやだね、ダンプるんじゃないの。大食いチャレンジとかやります？大食いじゃねえもん。結構食いてますけどね。大食いではない。里づくに任せろするな。りょうかんさん自分より食うじゃないですかね。鈴木くん食ってくんねえからね。早くやさ。いや早いっすけどね。うん、吉野家行った時に牛丼とカレーと卵かけご飯を食ってるのでそうか。テーブルに丼が置いてあったんですよ、りょうかんさんのテーブルに。もうあれご飯ついてきたんだね。多分食うつもり食べたらねえんだね。そうなんですか、うん、まあでも食うですね。まあ、うん、コロッケが出てきました。あったじゃないですか、うんうん、そこでご飯おかわり無料だったんで、うん、無料っていうか、うん、自由だったじゃないですか普通に。あの旅館のおばさんいた時、はい、でしたね。それで自分が一番食おうかなと思ってたんですけど、うん、全然りょうかんさんの方が自分が4杯ぐらい食ってね、りょうかんさん普通に5、6杯食ってたんで、うん、なんでそんな食ったの。この子なんかおいしいお米だね。はい、あそこ魚沼なんですからね。ご飯食う前にりょうかんさん酒めっちゃ飲んでませんでしたっけ。そうだっけ。そうだっけ。なんかあの時ね、スーパー買いに行った時だね、はい、だからめっちゃじゃねえじゃんね、はい、一缶ちょっとそうだ、ね、先に飲んだっていうか、あれ喉乾いたっけ、あれなんじゃないの。そしたらみんなもさ、なんかホロ酔いとかさ、なんか買ってさ、はい、なんか飲みながら歩いてなかったっけ。飲みながら歩いてました。あったよね。あったような、うん、いや多分りょうかんさんと前田さんだけだと思いますよ。はい、酒飲んでたの。マスク食べにくいね、マスク靴がね。
た。美味しかったですか。うん、美味しかったね。まあ、スパイではないです。スパイではなかった。スパイではない。じゃあ、まあまあまあでした。この動画好評だったら第2弾もやるということで。やめてくださいね。鈴木君の自分の弁当ですが、うん、2分で終わりますよ。まあ、2分で終わる。飲んじゃダメです。じゃあ最後、うん、一言なんだろう。